はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、こちらレトロフレークでね、ちょっとゲームをね、やっていきたいと思います。ちょっとやりたいのがね、ありましてね。瞬時で合ってるはずやねんな。これってこのリストってメーカー別か、メーカー別なってんのか。50音順にした方がいいな。50音順でね、探しやすいんですよね。あった、これですね。めっちゃマニアックなねゲームなんですけど、蓄電屋富士兵衛ですね。ビット2の首切り館よりっていうね、ナグザットのね、このゲームをちょっと今日ね、やりたいと思います。はい。めっちゃマニアックなんですよね、これね。一応アドベンチャーゲームなんですけどもね。うお、出た！久しぶりやな、このゲーム。音楽はいいんですよね、このゲームね。やるのはめちゃ久しぶりですよね、ほんとね。本格的にやるのね。数十年ぶりですよ。無駄じゃ、お主たちの腕では拙者の体に触れることすらかなわぬ。幕府転覆を企む邪教のやたらめ。道は敬意。お主かなり使うのも何やつ。水戸の手の者か、己姿を見せい。若いの名乗るがよい。読めないな。与一郎？よくもこの館までたどり着いたものよの。貴様、この者どもからしたら覚えたが、じゃとしたら、くっ、切る、フォフォフォ、とか言ったな。お主はしねえ。なんて読むのこれ、ハブっていうのかな、ハブよ、与一郎が。この顔は、あ、切られた。その顔は、妖術、呪縛、妖霊山、これが、さらし、これで飾り星首がまた一つ増えたわ。ほほほ。はい。はい。富士兵衛ですね。初めてかい？初めてでございます。日記のところから。まあ、初めてですね。はい。出た！神曲来ましたね。来た、神曲。この音楽好きなんですよね。ずっと聴いてたいぐらいね。まあ言うたら、この音楽聴くためにやるようなもんなんですよ。うん、はい、やってみますね。俺か、俺は富士兵衛ってんだ。またの名を、築問屋と言って、文字文化、築伝ばかりしているわけじゃないぜ。俺の手にかかりゃどんなやつだって江戸から逃してもらえるから、そう呼ばれるって寸法だ。さて今からおめえさんはこの俺と一心同体だ。おめえさんは俺になって、これから起こる奇妙な事件を解決してくれ。長い付き合いになるだろう。まあ一つよろしく頼むぜ。そんなわけで話を始める前に、もう少し俺のことを知ってもらった方がいいだろう。好きなことを聞いてくんな。好きなこと？ああ、なるほど、選べるわけか。全部聞きたいぐらいやけどね。趣味は？大川の土手で寝ることだな。年、漢文6年生生まれ、今年で29だ。食、表向きは、さえねえ、浪人者だが、裏なんとか業、稼ぎ業かの、蓄電屋では知らぬ者はいねえぜ。どうしてそんな商売をしているかって？そりゃおめえ、灰を叩いたぐらいで、うちの
打ち首になる人たちがかわいそうだと思わねえかい？役人は女子供だろうとお構いなしに首を跳ね上がるんだ。なるほどね。血液型。この時代の人間がそんなこと知ってるわけねえだ、わけねえが、多分 B 型だろう。B って、ひらがなになってるし。背丈。五尺八寸、背は高い方だ。昔の言い方やからどれぐらいかわからんよな。生まれ。江戸っ子だぜ。顔。なかなかいい男だろう。何大したことない？ち、不粋な野郎だな。不粋？あんまり使わんことはね。嘘。どうして汚ねえか、格好してるかって？そいつは俺が男前だからよ。男前が、格好つけちゃ、膝すぎて、手が、ん？手角が立つってもんだ。昔の言葉やから難しいな。腕前、そうだな、そいつはこの先のお楽しみとして、一つだけ教えといてやろう。俺は忍者じゃねえが、忍術が使えるんだ。なるほどね。好みの娘。気立ては良くて、力持ち、働き者の女がいいな。なるほど。好きなことが、貧乏暇なし。なるほどね。質問をやめる。なんで、もういいのかい。それじゃあ、早速話を始めよう。実を言うと、俺の隠れ家に、さっきから客人を待たせっぱなしでな、また、たまに現れちゃ、とぼけた顔で、とんでもねえ仕事を持ってくる、嫌なじいさんだ。とはいえ、俺に忍術を教えてくれた先生でもあるから、粗末には扱えねえ。そのじいさんの名前は、東星。同棲？世間では松尾芭蕉と呼ばれている。ああ、なるほどね。歴史的人物の名前ですよね。確か松尾芭蕉ってね。何をした人かはよくわからないですけどね。お、これか。なんか後ろに、座敷わらしがいるけどな。藤部、芭蕉先生、お久しぶりです。前にお会いしたのは、まだ生きてらっしゃる頃だったかと。え、どういうこと？お会いしたとか、まだ生きてらっしゃる頃？ってことは死んでるんか、この芭蕉先生っていうのは。どういうこっちゃ？自分の葬式というのは奇妙なものじゃわ。じゃばい。じゃが、死んだことになったおかげで、今は、実に気ままよ。あ、そういうことか。死んだことになってるんや。なるほどね。一瞬幽霊と話してんのかと思ったけど、そういうことか。部屋。見慣れた俺の部屋だ。気持ちよく散らかっている。気持ちよく散らかってる？どういうことやね。ちょっと待って、見る。庭は芭蕉の木が植えてある。芭蕉は草の中だが、まだ、草の中まだが木と言っていいほど背が高くなる草だ。なんかあれやな、字はでかいけどもなんか読みにくいな。言葉が難しいんですよね。昔の言葉だから。見かけから想像もできないが、伊賀出身の筋金入りの忍者だ。ん？あの人形は先生が持ってきたのかな。ああ、やっぱあの座敷わらし人形なんよね。別におかしなところはない。実はこの隠れが、芭蕉庵の跡地に立っているんだ。相変わらず元気そうだ。まだまだくたばれそうにもねえ。お主こそ、愛も変わらず口の悪さよ。死を死とも思うとらまったく。だろうな。茶を乗せると一人で歩いて運んでくれる仕掛けになっている。ああ、そういうことね。
この座敷わらしはね、ロボットみたいなもんかな。葬式。しかし先生も人が悪い。先日手紙をいただくまではてっきり死んだものと思ってましたよ。隠密としての正体を隠すために始めた俳句じゃが、こうなが通ってしまっては逆に動きが取れんでの、弟子たちにはすまないことをしたがの、今回の仕事は何でしょう。日本柱から南へ四丁のところに、何これ、伊予際っていうのかな、伊予際材木問屋がある。そこの娘おしずを水戸へ蓄電させるのじゃ。お安い御用で。しかしその前におしずを探し出さねばならぬ。は？おしずは神隠しに会うた。俳句はやめてしまったのですか。いや、気の向いた時だけ読んでおる。これもうコマンドないんですよね、3種類しかね。他に何や、人形か。からくりの歯車がついている茶運び人形というやつだ。歯車がついてるってことは、まあ、ちょっとしたロボットみたいなもんか。調べる人形。車を乗せると一人で歩いて運んでくる仕掛けになっている。あとどこ調べたらいいのこれ。あと何を聞いたらいいのこれ。全部見たよな。同じやな。何したらいいの、この箱。あと何したらいいの、ね、ちょっと待って。確かに師匠に対してくたばらないっていう言葉はちょっとさすがにあれやな、失礼すぎるよな。このゲーム確かね、同じコマンド3回やれば、次の展開に進むとかそういうのがあった気がする。あ、今増えてたな、コマンド。引くっていうのが。あ、今なんか新しいこと言ってたけど読んでなかったな、俺。もう一回。新しいのはありますか？あることはあるが、人には聞かせられぬの。それはまたどういうわけで、聞かせたら後に残したくなってしまうではないか。わしはもう死んでおるのじゃぞ。物言い幅、唇寒し秋の空じゃよ。ほっほっほ。あることはあるが。あ、これはあれか、もう同じこと、ん？死んじゃおるのじゃぞ。あ、もうさっきと同じことやってんな。聞く。神隠し。神隠しというものは、忽然と消えてしもうたものよ。門沸かし、つまり、誘拐されたのか、あるいは本当に消えてしもうたのか、それを調べるのもお主の仕事じゃ。先生の持ってくる仕事は妙なものばっかしら。おしず。おしずというのはどういう娘なんですか。ごく普通の町娘でな。なぜそんなことになったのか。原因が全くわからんのじゃ。いきなり消えちまうなんて男と駆け落ちでもしたんじゃないですか。それならばまだ良い。実はこの一件裏がある。わしが水戸のご老人にお聞きしたところによると、今、江戸では、幕府の大物と手を組んだ謎の邪教団が、不穏な動きを見せておるそうじゃ。
その連中がこの神隠しに関わっているんですかい？おそらくは、どうじゃ、この藤兵衛、この話を聞いた上でなおこの仕事を引き受けるか。引き受けないってやったらどうなるのかな。いかに先生に忍術を教わった身とはいえ、そういう物騒な連中を相手にすることになると、いささか荷が重いようで、こたびの一件は、水戸のご老人が陰ながら助けてくださると申しておる。仕事量も弾むぞよ。しかし先生、水戸のご老人は腕利きの隠密をたくさん抱えているじゃないですか。何も俺なんかに、筑前と人探しはお主の得意とするところであろう。それにご老人はすでに一名邪教団の方を探らせておる。あの男、名は確か読めなかった。かなりの腕で、音が変わったな。かなりの腕利きと噂されているぞ。あの身分、その男、すでに始末した。この声は何やつじゃ。ちょっと一旦これセーブしとくかな。どこだ、今の声はどっかへ聞こえたんだ。天井、誰かが潜んでいるようじゃないな。誰もいないようだ。明日調べる。天井、誰もいないようだ。ここは誰も潜んでないようだ。先生、くせ者です。分かっておるわい。どこだ、今の声はどこから聞こえてきたんだ。床下か。じゃあお主、わしを疑っておるのか。わしもたわけた弟子を持ったもんじゃ。その人形は先生のですか。いや、わしが来た時にはもう置いてあった。お主のではないのか。お、人形が動いた。愚か者どもめ、藤兵衛、人形だ、人形が喋っている。この事件から手を引くがよい。お主たちのような愚か者には到底手に余るわ。これは、ちょっと待って、調べるか。人形、中からゼンマイの音が聞こえてくる。カラコリのゼンマイにしては音が少しおかしい気もするが、この人形が怪しい。分かってますよ。確かに人形が喋っているように聞こえたが、この部屋のどっかに隠れて嫌がるのか、それともここにはおらぬようじゃ。先生、つけられましたね。わしと来たことが企画であった。そんなに睨まんでくれんか。悪いと思っとるんじゃから。この人形が怪しい。確かに人形が喋ってるように聞こえるが、ここにも誰もいないようだ。誰かが住んでいる様子はないな。これは人形から糸が伸びて床下を通っている。この糸に声を乗せていたのか。クソ、いつの間に。
これは読んだな、だってこれ。話す。この人形は怪しい。聞く。確かにこの人形が喋ってるように聞こえるわ。難しいな、これ。進まんぞ。そんなに狙わんでくれんか、悪いことを思っとるから。なんじゃ、お主、わしを疑っておるのか。くれているのか。これ同じコマンド3回やったらなんか起きるって、なんか、そんなんあった気がすんねんけどなぁ。難しいなぁ。特に細工してあるようなことはところはない。この部屋のどこかに隠れて嫌がるのか、それともこの2つのコマンドでなんか調べなあかんってことやろうけどな。もう調べるとこないけどな。迷宮入りですよ、これ。生かした?待てよ、かすかに火薬の匂いもするぞ。これはまさか、いかん、藤兵衛、逃げるのじゃ。あ、動いてる、人形が。人形を調べる。部活にいじるでない、逃げるのじゃ。壊す。ならぬ、危険じゃ。先生、この人形は、うむ、危険じゃ。早く逃げるのじゃ。逃げましょう、先生。うむ、急げ。あ、待ってください。せめて金と食い物だけでも、そんなことしてる場合じゃない。では、場合か、はよ逃げい。怪しいところだった。危ういところだったの。どうする?危ういところだったのか。どうする、藤兵衛。やはり手を引くか。そう、よくもやってくれやがったな、先生。ここまで、小馬鹿にされて黙っておる俺だとお思いですか。おう、ではこの仕事を受けるか。こうなったら、こうなったからにはとことんやりましょう。よくぞ言うた、藤兵衛。俺の隠れ家を灰にしてくれたお礼はたっぷりしてやるぜ。そうじゃ、その息じゃ。急げ藤兵衛、戦え藤兵衛。お主ならできる。謎の邪教団など片っ端から片付けておしまいなさい。いよ、いよ、この色男。何盛り上げとんね。やれやれ、まったく。とぼけたじいさんだ。一の巻。うわ、結構ここまでが話なかったな。わしはこれでまた旅立つが、おしずの剣しかと頼んだぞ。日本橋。ここは日本橋だ。東海道など諸海道の出発点であり、江戸の中心だ。巡礼の層に身を やつしている。生中自由名になっちまったんだ。先生も苦労が絶えないだろうな。ここは日本橋だ。東海道など、さっきと同じこと言ってるな。調べる。橋の長さは42軒ほどだ。渡ってみると意外と長い橋なんだ。これは人目につくようなことはやめんかい。おしずのことを教えてください。伊予木屋へ行って聞いた方が早かろう。嫌なことを教えてください。ここから南に少し行ったところにある、主人の
富左衛門にお主のことは話しておいた。手を貸してくれるじゃろう。水戸のおじいさんは元気ですかい？これ、ご老人のことをそのように呼ぶとは罰当たりめ。ご老人は去年の江戸城中でのお手打ち事件により水戸に謹慎されておる、おられるが、その息、ますますお盛んで、わしの目の 黒いうちは、生類哀れみの霊など断じて認めんと、水戸領内だけで犬を叩いても音がめないなしじゃ。まあ水戸の野良犬どもには災難じゃろうがの。何言ってんのかわからんなぁと、昔の言葉が多いからね。日記、忘れないようにここまでのことを書き留めておこう。これがパスワードですね。一応セーブしとくかな。そう、慌てるでない。せいてはこのことを子孫じるぞよ。まだなんか聞かなあかんことがあんのか。なぜお地図を水戸へかけるのでした。それについては水戸のご老人の手のもので、佐々木という男が話してくれるそうだろう。佐々木は幕老町の宿蛇の目屋に来ておるはずじゃ。お主の仕事に必要なものもこの男が揃えてくれよう。まだか。謹慎中ゆえ江戸に出てこれぬを残念がっておられた。お地図はお主に任せた。一日も早く探してくれい。まだか。詳しくは藤左衛門に聞くがよい。続きは爆露、さっき聞いたな。もういいんちゃうの。では先生行きます。あ、行きました。うむ、良い知らせを待っておるぞ。そこでセーブしとくか。でも行ってもいいよな。蛇の目屋と遊戯屋の前だ。待って待って、さすがは江戸で、大店と言われるだけはある。バカでっけえ店だ。街並み、日本橋 の南あたりは商いの町だ。大きな問屋がたくさんある。一応店は開いているようだな。町はいつもと変わりなく平和に見えるが、この店の中では通行人1。この店のおしずさんはのことは知ってるかい。通行人、飛んだことになったもんだね。気立てのいいお娘さんだったのに。通行人に、ああ、おしずちゃん、どこ行っちまったんだ、おいら、おかぼれしてたってのによ。おかぼれ、惚れたってことか。移動、店に入る。いよぎ屋の店内だ。かなり広い店だが、客がほとんどいねえ。神隠しのことは知れ渡ったせいかな。手代、若い手代だが、主代かな、手代かわからんけど、疲れてるようだ。おしずのことがよほど心配なのだろう。なんとなく重苦しい雰囲気だ。
私は怪しいものではございません。このお店の手代でございます。初代かな、手代かな。名乗る、ごめんよ、俺は藤兵衛ってんだが、あなた様が、はい、旦那様から伺っております。背が高くて汚い着流しを着た、にやけた男、あ、これは飛んだご無礼を。ち、芭蕉のじいさん、ろくな伝え方をしねえ。しずのこと聞いてみよう。あ、これかおしずなんやね。かわいいな。おしずさんのこと聞かせてくれ。はい、おしず様は、年は17、明るくて、かわいらしいお方でした。それがあんなことに なりになるとは。旦那様の気の落ち込まれようは大変なもので、店中火の消えたようなありさまでございます。すごい例えやな、昔の言葉やから。時代とは、使用人のことでございます。私はこの店のお使いをしてもう7年になります。あ、手代っていうのはこの人の名前じゃないんや。役職みたいなもんか。そうか、申し訳ございません。旦那様はただいま出かけております。神隠し、おしずさんが神隠しにあったというとあったという時の話をしてくれ。3日前のことでございます。おしず様はお月の何や女仲とお二人で八幡様へお参りに行かれました。その女仲、女中かなの話ですが、女中っていうのかな、女中か女中か、なんていうのかな、これは突然石になってしまったと。石だと。何の前触れもなく、お地蔵さんのようになってしまったと。この辺が私にはよくわからないのでございますが、それで、肝を潰した、女中かな、女中かな、女中か、助けを呼ぼうと、おたおたする前に気がつくと消えてしまったとのことです。面用なって何やん。あ、この面用な話で、その日よりこっち3日間手を尽くし探し回りましたが、皆目見当がつかず、何やこれ。なんとか所暴行かな、暴行所というのかな、これ。の、お役人に至っては神隠しじゃの、一点張り、ほとほと困り立てているありさまでございます。結局何のこと言ってるのか全然わからんもんな。難しすぎる話がね。女中かな、これ。女中かな。その時、女中でございますが、そこにおりますので、本人にお聞きくださいまし。女中ってのはこれ、あれか。役職みたいなもんか。あ、これか。私は嘘なんか言ってません。本当に見たんです。わかった。まあ、落ち着きなって。おしずのこと。おしず様、私がついていながらこんなことに。おしず様は石になって消えてしまったのです。本当です。信じてください。気づいたこと。そういえば、八幡様で怪しげな男と触れ違ったのを覚えています。怪しげな男だと、そいつがおしずに何かしたのか。いえ、その男はおしず様の耳元で何か意味のわからない言葉をささやき去っていっただけなのですが、その後におしず様は石になってしまったのです。一旦セーブしようか。こっち行ってみるかな。蛇の目屋の前だ。番頭、
にやけた親父だな。店が構えはなかなか立派なものだ。町並み、この辺りは曝露町という町だ。旅籠の多いことを知られている。調べる番頭。別に話すところはなさそうだ。旅籠としてはよくある作りだ。町並み、周りにはこの蛇の目屋を入れて10軒ばかりの宿が並んでいる。話す番頭。ここに佐々木っていう侍が泊まってないかい。佐々木様ですか。へえ、確かに泊まっておられますが、今お出かけになっているところです。いつお戻りになるのか分かりません。町並み、これはもうこれで終わりやな。こっち日本橋に行っても何もないかな。戻ってきたが、さてどうするか。空港に別に怪しい手なやつはいないようだ。待て、日本橋やって、江戸のど真ん中にだけ人通りの多い場所だ。あんなところに立て札があるな。何？また犬首切りか。下手人をひっ捕らえた者に金20枚とはな。全く嫌な世の中だ。見知らぬ人をいきなり調べるわけにはいかねえな。イオギアのおしずって娘を知らねえかい。空港に知らねえな。おう、こちら忙しいんで、他に聞いてくんな。これ、おい、やっぱここに行った方がいいのか。中に入る。かなり広い店だが、客がほとんどいねえ。神隠しのことか。失礼を渡ったせいかな。若い手代だが疲れているようだ。おしずのことがよほど心配なのだろう。話す。はい、確かにあなた様は藤兵衛様です。え？聞く。おしずのこと。おしずさんが神越しだということ。これもさっき聞いたな。ちょっとね、迷宮入りになってきましたね。同じこと言ってるもんな。佐々木は帰ってきたかい。まだお戻りになっておりません。まあちょっとね、とりあえず今日はこんなところにしますからね。ちょっとね、迷宮になってきたんでね、セーブだけしときますね。はい、はい、じゃあこれで、今回はね、終わらせていただきたいと思います。また続きをねやるかどうかはちょっとわからないですけどもね、まあ気が向いたらね、またちょっとやろうかなと思いますんで、今日はね、とりあえず、これでね終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。それと、ニコニコ動画もよろしくお願いします。以上です。